テーブルスプーン、軽量スプーン、テーブルスプーンは、料理を取り分けるのに用いる大きめのスプーンである。テーブルスプーン一杯という軽量の単位は、料理で容積を表すのにしばしば用いられ、おおよそ、テーブルスプーンと同等の容量を表す。英語では t、tb、tbs、tbsp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 n 等と略されるが、 このうち TBS と TBSP のみが公式である。多くの国ではテーブルスプーンの容量は約1 5トルである。しかし、オーストラリアでは2 0トルと定義している。グラニュー糖等の個体を計測する際にはスプーンを水平にする必要がある。テーブルスプーンすり切り一杯というのはスプーンの容量と同時量を表し、テーブルスプーン山盛り一杯というのは テーブルスプーンの2杯分の容量を表す。イギリスでデザートスプーンと呼ばれるスプーンは通常テーブルスプーンよりも若干小さい。アメリカ合衆国、カナダ、日本、ニュージーランド、南アフリカ、イギリス、韓国等の様々な地域でテーブルスプーン1杯はティースプーン3杯と同量とされている。これらの地域ではテーブルスプーン一杯は約15ミリリットル。 すなわち0.5液量オンスである。アメリカ等では歴史的にテーブルスプーン1杯は0.5液量オンスと定義されてきた。オーストラリアではテーブルスプーンはティースプーン4杯分と定義されている。イギリスでもビクトリア朝やエドワード朝の頃は25ミリリットルかそれ以上の容量のテーブルスプーンが用いられた。これらは料理の取り分け用にのみ用いられ、 テーブルに置く食器としては使われなかった。料理のレシピにおいては、テーブルスプーンは TBSP、ティースプーンは TSP と表される。またテーブルスプーンとティースプーンの大きさの違いを強調するために、テーブルスプーンの見事を大文字にして、特に TBSP と書くこともある。またさらに略して T と表記されることもある。アメリカ合衆国のテーブルスプーンの容量に関する、 伝統的な定義は以下の通りである。1テーブルスプーンイコール1、2液量温水イコール4ドラムイコール1、16カップイコール14.8ミリリットルこのような定義では、アメリカ合衆国でもメートル法が用いられている栄養表示等の際に不便である。しかし、他の器具が使えない時に材料を測る採用には便利である。例えば、テーブルスプーン16杯分で1カップになる。 オーストラリアのテーブルスプーンの容量に関する定義は以下のようになる。1テーブルスプーンイコール 20ml イコール約2、3液量オンス。ありがとうございます。